あなたの心に火を灯す東洋思想及び新道研究家の阿賀光です。ロードトゥ伊勢ファイナル。今回は2019年の伊勢のイベントを振り返っていきますが、この2022年で私たちユニア塾が1年間の中で最重要イベントとして行ってきました伊勢の団体参拝を 一旦の岩戸締めとということになりました毎年伊勢のセミナーは全く違う内容で行ってきておりましてそれをですねこの「神社チャンネル」と「ユ湯庭宿」でずっと振り返っていっておりますが今年のテーマは「戸締まりです」ですで戸締まりは言い換えるならばこれは「鎮魂」です「玉鎮め」です「玉鎮め」とは何かそれは本来の自分に 立ち返るということです。本当の自分を取り戻すということです。この世の中、社会の闇の影響によって、本当の自分を見失ってしまいがちです。ね。本当の自分を取り戻すことによって、自分のやりたいことがわかる。自分の幸せがわかる。まあ、神道では、この本当の自分を取り戻すための行法としての鎮魂法というものが伝わっております。で、今回は、 その祈りを伝授お伝えさせていただくということなんですが、はい、今回振り返っていきますのは2019年でございます。2019年のテーマは一体何だったのかそれは願望成就です。ね。で、実は、この2019年まで伊勢神宮、まあ、そんなにね、目標人数、具体的に定めたことはなかったんですけども、この2019年は、 千名の団体参拝ということを私たち目標に掲げました。でね、数ですよね。あんまりこだわりすぎると良くないというふうにして思っております。自己都合が入ってしまいます。ただね、この2019年はあえて定めた。なぜかっていうと、願望成就がテーマだったからなんですね。そう、私たち自身が目標を掲げ、達成する。それが大事だというふうに考えたからです。 正直ですよね、1000名達成するもこれ厳しいんじゃないのかというふうに思われた時もありました。ただですね、最後、本当にですよね、皆様の応援もあって、仲間、力合わせたおかげもありまして、最後ですよね、一気に伸びて、合計1100名でのですね、団体参拝になったということなんですが、はい、タイトルは宴です。そう、多くの方が集まるお祭りとしての、 まあ宴。まあそういったイベントとして行わせていただきました。で、今回は2019年のセミナーの内容を振り返っていきます。まずですね、2019年、これ令和になりました。で、令和になったからといって、本当の意味で霊的に始まったわけじゃないんですね。で、本当の意味で令和が始まったのは、2019年11月の14日、大に藍祭り。 大城祭というお祭りが行われました。まあこれ皇居の中にですね、まあこういった社殿を構えまして、特別な儀式が行われた。で、これはですね、天皇が天皇霊と合一する。まあいわば、天照大神様と合一することによって、本当の意味で天皇になるというようなまあ儀式で、まあ、雪殿、月殿というですね、まあそういった社が設けられるということです。ね。 まあ、令和が入ってですよね。本当にまあ時代の激動がやってきたということなんですが、しかしですね、まあ、コロナであったり、戦争であったり、これらの騒動っていうのは、日本がより良くなっていくためのきっかけになると、私はそう信じております。なぜ良くなっていくのか。はい。で、これはですね、令和がどういう時代かっていうことは、平成を踏まえないといけない。で、平成とは一体どういう時代だったのかと言いますと、これは、 平成の平という漢字を分解すると関数字のいわとになります。岩戸がなる時代なんですね。そう。で、これはね、岩戸がくれなんですよ。ね。まあ平になるなんでね。平成って基本的に経済成長しなかった。物価も変わらなかった。お給料も上がらなかった。なんか音楽とかも変わらなかった。生活水準も変わらなかった。まあそんなですね、世界でも、 なかなか変化しなかったっていう非常に珍しい国。これ日本なんですね。まあそいて平らになったという意味合いもあるし、岩とかだった。ね。本当にこの平成っていうのは多くの人が不安を感じたり、もしくは先行きが見えない。そんな時代でした。ね。阪神大震災があった、大無真理教の事件があった、東日本大震災もあった、リーマンショックもあった、911もあった。いろんな出来事がありましたが、まさにですね、太陽が隠れてしまって、先が見えない。目標が見えない。 日本の進むべき方向が見えない、そんな時代でした。しかしですね、岩となる平成の時代は終わったわけなんです。じゃあ、岩戸がなった後はその後どうなるかっていうことなんですね。令和は岩戸開きです。あれ今年の伊勢のセミナーテーマ、岩戸締めじゃなかったのかってことなんですが、これはね、時代の全体性としてやっぱり岩戸開きが先なんですよ。今回のテーマ、岩戸締めっていうのはどっちかっていうと、個人のそういった 今までの因縁を平定しましょう、鎮魂しましょうという意味での岩戸締めです。で、岩戸締めと岩戸開きが同時に起こるということもあるわけなんですが、まあ、この2022年のテーマは岩戸締めが大事ということでお届けしていますが、令和という時代の全体性で言いますと岩戸開きです。で、岩戸開きっていうのはいろんな意味合いがあります。これは、 新しい時代が開かれるという意味合いもありますし、アマテラスオミカミ様が失われてしまって復活するなんで、元々の日本のいいところであったり、日本人の魂であったりが見直される、注目される、まあ、そんな時代と言い換えることもできると思います。令和はそんな時代と言える。で、令和の令っていうのはゼロも意味しますね。これ原点回帰です。原点とは何か。これは縄文に回帰するというようなイメージもありますが、はい。 アマテラス大神が復活する。これは、そういった日本国の良いところが見直される。日本の本来のあるべきあり方が見直されるといったような意味合いでもありますが、はい。そうしていこうと思ったら、個人個人が重要です。で、個人個人の何が大事かっていうと、そう。アマテラスの目覚めなんですね。で、実は、アマテラスが目覚めるっていうのは2つの要素が重要で、 自己実現と願望成就なんです。自己実現と願望成就。え同じ意味合いじゃないんですかと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、実は意味合い全く違います。自己実現は、本当の自己を実現させるっていう意味です。これね、言い換えると、悟りを開くに近い。悟りを開くために修行するの誰ですかって言ったら、お坊さんですね。で、お坊さん、悟り開くために何するかって言ったら、出家します。出家って何かこれは お金を捨て。ね。あのー、結婚も捨て。そして、いろんな欲望を捨て。肉を食べるということも捨て。そして、悟りの道一筋で行く。結果、悟る。悟るっていうのは、本当の自分が目覚めるっていうことです。これ、自己実現なんですね。で、願望成就は、むしろ、欲望を叶えるっていうことなんです。欲望はあっていいんです。だから、自己実現欲望捨てる。逆なんですよね。願望放棄なんですよ。 むしろ欲望を叶える。これ願望成就なんですね。でね、どちらかというと、今までの時代っていうのは、どちらかだったんですよ。宗教でも願望成就系の宗教と自己実現系の宗教があって違います。でも、その両方あっていいじゃないか。統合していこうじゃないか。まあ、それを伝えているのが、 ユニワ塾の理念ともつながるということなんですけども、はい。この本当の自分を実現させるっていうね、魂が目覚めると言い換えてもいいんですけども、それと同時に豊かになっていく。願いを叶えていく。この両輪があっていいんじゃないか。で、この両輪があってこそ真のあなたの中のアマテラス大神が目覚めますよというテーマ。それが令和の時代ですよといったことでお伝えさせていただいております。じゃあ、どうすれば、 本当の自分が目覚め願望上就することができるのか。それがこの2019年の伊勢のテーマでした。で、そのために実は4つのエネルギーがいるということをお伝えしてるんですね。でね、伊勢神宮、苦毒であったり、どんな風に感じるかっていうのは参拝の仕方によって変わってきます。で、この2019年の伊勢の テーマは願望成就だったので、願望成就するための伊勢参拝ということで、実はお参りさせてもらってるんですね。うんで、実はそのために、あの、この年だけにしかお参りしてないような神社、社もあるんですよ。ね。あの、伊勢ってね、本当にいろんな多くの神様いらっしゃいます。だから、どの神様に祈るか、どういう参拝の仕方をするかによって、苦読の受け方も変わってくるということなんですけども、はい。そもそもですね、 勧誘するためには何か。これは自分の心であったり体内にエネルギーが溜まるっていうことが重要です。でね、成功者もそうですし、うまくいく人ってね、無意識のうちに実はエネルギーの使い手だったりするんです。で、エネルギーっても実はいろんな種類があって、一つが天の木。天から降り注ぐ太陽の木であったり、星の木であったり、ね、まあ、そういったエネルギーです。で、これをやっぱ使いこなす。もう一つは、 大地からやってくる地の木。地球のエネルギーです。で、それと同時に、これね、私たちの心の中のエネルギー。で、これ、運命学の世界で言いますと、例えば、仁義霊地、信と言ったりですよね。もしくは、この感情にも例えられたりもしますし、福六寿感員と言ったりします。で、なんかざーっといっぱい言いましたけどね。これは言い換えるなら、実は五行の木なんです。 私たちの心は、実はこの、木化土温水という五行のエネルギーから成り立っている。でこの五行のエネルギーを多く取り入れるほどに開運につながるということです。はい。そして、エネルギーと言いましても、もう一個あるで。特にですね、この開運というところにつながってくるのが、実は、電気的プラズマエネルギー。これは、稲玉の木ということなんです。で、これら四つのエネルギーが揃って、開運する。自己実現する。 願望上場していくっていうことで、これら4つを授かるための実は団体参拝というものを行っているわけなんですね。<music> じゃあ、まずですね、どこにお参りしたのかと言いますと、はい、4つのエネルギーを授かるために、まずは自分自身をみそぎ払い浄化しなきゃいけない。で、実はそのために、昔からお医者さんにお参りするときにあるところに寄ってたわけなんです。で、それが、賭場の方にございます、二見浦なんですね。 有名な夫婦湯はございます。はい。で、こちらでですね、いわば海で風に当たり。でね、本当にこう海を眺めて、みそぎ払いをする。参拝しましたけどね、本当にもうね、風がすごかった。もう夜中ですしね、あのもう夜なあの4時とか5時ぐらいでしたかね、すごい風の中でですね、もう風の浄化ですよ、うわって。もう風がすごすぎて思考が止まるんですね。 この思考が止まるっていうのが重要で、その時にですね、頭が真っ白になる。ある意味、いい意味で。で、クリアになって、そういう状態でお参りすることができました。はい。そして、天の木を授かる。で、天の木っていうのは、いわばですよね、太陽の木であり、星の木なんですけども、それが降り注いでいるのが、そう、太陽神、天照大神、伊勢の内宮です。はい。 内空にお参りする。これは、天から降り注ぐエネルギーを授かる。天照大神様のエネルギーを授かる。そういった意味合いを持ってお参りしました。で、天の木と来ると地の木。で、内空と来ると下空と来るんじゃないのかって思う方もいるかもしれませんけど、そうじゃないんですね。そう、実は地の木の神様として見立てたのは、はい。内空の近くにございます、こちらの神社。はい。サラダ彦神社でした。 え、なんでサルタヒコが血の木の神様なんですかってことなんですが、実は、異性のこのサルタヒコの神様、これね、こちらの方位等にですね、ちょっと見えてるんですけども、八方位を示す、これ、石の板があるんですね。石板があります。八方位。で、八方位のエネルギーを司る神様としてのサルタヒコ。で、実はサルタヒコの神様は、方位の神様としての信仰っていうのがあったりするんです。ね。 道に迷った時に案内してくれた神様です。ね。で、こっちに行ったらいいんだよ。これは方位の神様。で、第一のエネルギーっていうのは八つのエネルギーに分かれる。つまりは、まあ、東西南北。で、この東西南北の間の八方位ですね。で、この八方位のエネルギーを司っているのがサルタヒコの神様。ね。 開運するために切符を入旅行ってあるじゃないですか。これは自分にとって必要な方位のエネルギーを取り入れるっていう意味合いがあるんですけども、そう。その方位のエネルギーを授けてくれる神様としての、サラタヒコの神様への祈りを捧げ、この都市の伊勢の団体参拝では、サラタヒコ神社にもお参りしました。はい。そして、下空の神様が一体何なのか。こちら下空の写真となりますが、実は下空の神様は何かっていうと、これは食物の神様。 やっぱり、豊家の狼様です。ね。ご飯のエネルギー必要です。で、実は、この下空の方ですね、もともと、元伊勢この神社と言いまして、この神社から選座してきたわけなんですけども、この神社にも実はですね、祀られているのが、5つの色の玉なんですね。五色の玉。で、この五色の玉は、この神社と伊勢にしかないと言われています。で、この五色の玉のメッセージっていうのはそう。はい。 えー、五行だということなんですね。木下土言水です。で、この木下土言水ってのは天地自然の中にあるだけじゃなくて、そう、自分たちの心の中にもある。で、私たち、占い師などはですね、そういった五行のエネルギーに応じた開運の方法を、その人個人個人でお伝えさせてもらったりするわけなんですけども、そう。開運するためにはこの五行のエネルギー必要です。はい。じゃあ五行のエネルギーって一体何なのか そのあたり詳しく解説させていただきましたそして開運するために必要なのが稲玉の神様なんですね「道を貫徹せよ」という言葉がありました人生はですね道のようなものだと思いますねえー、その道のりというのがですね今まで歩んできた道のりがあってそして途中で見える景色があって 途中で出会う誰かがいて何らかのこう道っていうのをずっと歩んでるわけなんですねそしてその道というものにはですね目的地がありますで皆さんの人生の目的地はどこでしょうかもっとわかりやすく言うならば皆さんのあなたの人生の目的は何でしょうか 私ですね、あのー、いろんな YouTuber ですね、いろんな動画をですね、こう拝見させてもらったりします。で、思うんですよね。一体この人は、何のためにこういう活動をしてるのかなってことをよく思うわけなんですよ。ね。まあ、NHK をぶっ壊すっていうのはですね、まあ理念が明らかじゃないですか。NHK をぶっ壊すためにですね、その人生を、まあ、かけてるわけなんですよね。まあ、政治の世界でもですよね、何のためにっていうのがあるわけなんですね。で、例えば、 願望成就っていうのはですね何のためにっていうものではないわけなんですねどういうことか例えばあの願望成就ってのはお金稼げたとか,なんか結婚できたとか恋人できたとかっていう感じなんですけども恋人人を作るための人生なないわけなんですよ、ね、まあ簡単に言ったらもっと自分の抽象の度の高い 目的地があってなんかもっとその自分のその目的を達成するためになんかこうね共に支えるパートナーが欲しいなとかもしくはですよねあの自分が何かこう本当にこのために生きてるんだっていうのがあってその同じ方向性が見れるっていうのがまあ本当の意味でのですねパートナーシップ仲間なんじゃないのかなってことは思います私はですね あの目的がありますこういった YouTube やったりだとかこういった講演活動だとかセミナーだったりですよね、まあ、いろんな表現いろんな言葉でずっと18歳の時から思い続けてきましたで自分にとって一つのその人生の目的っていうのがこのこれからの時代ですよね本当に大きな変わり目があるでこの大きな変わり目の中で日本であったり世界が より良い方向に進んでいくために自分が何かこのできるこの人生この時間この体を持って神様どうか自分のこの体を使ってくださいということが一つの私の人生の目的でした、まあ、今もそれは変わりありません天のため宇宙のためもしくは人のためそしてこれから時代が変わるのであれば この時代っていうのが、より良い方向に進むように、どうか天地、自然、宇宙、私を使ってください。そのための人生でありたいということを、18歳の時、お医者さんに参拝した時に強く願ったわけなんですね。それがですよね、例えば、ミロの世を作るために生きてるとも言えるわけなんです。一つの私の天命だと思ってます、これは。ミロの世。これから、調和の取れた世界。 持続可能な地球を作っていくために自分自身が何かできることがあるんじゃないのかなと。いや、当時は思ってませんでした。何かやりたいということを思っています。今はですよね、こういった YouTube であったり、講演活動であったり、占い鑑定であったりっていうことが、そういった魅力の世を作っていくための一つのですね、力になればなと思いながら活動させてもらっています。だから、YouTube でですよね、そういった多くの方に見ていただいて見ていただくだとか、 もしくはですよ、ね、こういった千人の方に来ていただくっていうのは一つの目標であって願望であってそれは別に目的を達成するための手段にすぎないということなんですねどっちが重要かってことなんですよ目的の方が重要なんですさて皆さんは何のための人生でしょうか何のための仕事でしょうか何のための子育てでしょうか何のための恋人関係でしょうかそう何のためっていうことなんですね道には 必ず目的地があります。実は、自分の人生ですよね、見失ってしまうときがあります。で、この道を見失ってしまったときに、モチベーションが下がったり、やる気がなくなったり、心が折れたり、ああ、もう自分ってダメなんじゃないのかなと思ってしまったりだとか、人と比べたりだとか、そういうことをやっちゃうわけなんですね。そして落ち込む。それは、道を忘れてるからなんです。道には目的地があります。皆さんの人生には、 魂の中で心のくそこでこれやりたいなって自分はこれ達成したいなっていうふうにして決めてきた目的地が必ずあるんですよ忘れてるだけなんです今何かパッとしない人っていうのはで例えば今これだっていうふうにして決めてる人がいたとしてもそれ仮のものでどんどん変わっていったっていいわけなんですねなぜ伊勢神宮が重要なのかお伊勢さ,さんっていうのはそういった自分の魂の目的地 心の奥底にある目的地に導いてくださるっていうことなんです今の世の中ですよねネガティブな情報ネガティブなニュースネガティブな人ネガティブな環境悪い波動たくさん飛び交ってます詳しくは YouTube 見てください何が言いたいかですよねそうそんな感じで悪い波長であったり悪い電波であったりいろいろ飛び交う中で私たちは人生の目的地っていうのを絶対忘れちゃいけないんです悩み苦しむ時思い悩む時 不運不幸な方向に行くときの全部の共通点っていうのは目的地を忘れるときな,なんです何かっていうことはですねこの会場にいる皆さんはご存知だとは思うんですけども繰り返しですよね心に刻んでそう心に刻むってことが大事なんですよお祈りっていうのは頭で思うんじゃなくて心の奥底から腹の奥底から思うことが大事なんです心に刻んだことっていうのは絶対行動できるんです、ね、会社でもですよねこの部下何回重視してもわからんねんって人いると思います心に入ってないからなんですよ ね、子供育ててですよね、この子、うちの子、何回言っても分かんないんですよって、頭では分かってても心に入っていないからなんです、心で刻んだことっては人間やるようになるんです、でもそれは、お祈りもそうで、心の奥底からのお祈りっていうのが、自分の人生を変える、そしてそれだけじゃなくて、世の中を変えていく力になるってことです、この心の奥底からの祈りによって、この令和日本の癒やさかをですね祈願していきたいと思います。 努力だけで別にうまくいく世界じゃないです YouTube っていうのはいろんな運、うん、キーワードだとかたまたまなんか YouTube 的に当たったとかたまたま世の中的に当たったとか何かいろんな複合的要因が重なって YouTube っていうのは視聴者数が伸びたりするわけなんですねねえ、まあ、きっかけがあったのは雨のミナカルシの動画だったんですね <laughs> で今日もですね「雨のミナカるシの動画を見てきましたっていう人何名からいらっしゃったんですけどもあれが一つのです、ね、YouTube の視聴者数が増えていったきっかけではありましたですよ、ねまあ、いろんな方の本当にまあ協力があって、あのー、今回ですね本当に誰の協力がかけてもこの異性の鮮命っていうのは達成しなかったそしてそういった人の協力の背後には目に見えない運を呼び込む力があるっていうことなんですで実は 末永く幸せが続く人末永く成功が続く人っていうのはそういった運の力を呼び込むことによって成功や幸せが続いているということなんですねロードトゥ伊勢ファイナル今回は2019年の伊勢神宮参拝セミナーを振り返りたいと思います、えー、来ていただいておりますのは西野さんと貝野さんですどうもよろしくお願いします。はい、お願いしますよろしくお願いします 実際ですね参拝の当日なんですけれども何、うん、か覚えてることってありますかね、うん、あのイベントの時ですよねもう怒涛の3日間だったということは非常に。でももう本当に自分僕たちにとってももうチャレンジというか、うん、あのスケジュールもやっぱり結構パンパンだったっていうのもあってで、ね、で僕がすごい印象に、うん、残ってるのは。うん 三日目にあの伊勢のこう参道を歩いている時きに、はがさんが先頭でみんなをね誘導してるんですけどもフラフラなんですよね。ほぼ寝てないっていうのもあって、もうね歩きながら寝落ちしてるみたいな。でそれをその参加されてる方もあれ、はがさん大丈夫？もう空の参道をフラフラになる。そう。寝ながら歩いて、寝ながら。もうでもハートは熱いんですけど。もうあの体力的にも結構やっぱ限界に挑戦してたっていうのもあって。めちゃくちゃ覚えてますね。なんかね。 だからもう本当現実かどうかわからないぐらい夢かなぐらいな大空港歩いてるっていう。だしあとやっぱり1,000人って今までにない規模だったっていうのもあって本当にねいろんな業種の方とか年代層も本当にこう下から上まで幅広い方が参加してくださってたなっていうのはねめっちゃ覚えてますね。一気に規模ががと上っったていうのは やっぱりセミナー当日、参拝当日、皆様とお会いして、めちちゃゃく感じたところですね西野さん、参拝の思い出ありそうですね、僕は本当に運営側として参加させていただいたのは初めてなんですけど、もう僕、がっつり出張ユニアマートで、思いっきりいろんな商品を売ってて、なんかすごいひげ面の、多分写真があるかもしれないですけど、隣にんちゃんっていう、寿社長ですよね。 もうあのスキンヘッドのヒゲヅラじゃないですかうん、うん、でその隣では坊主のヒゲヅラが「うん、なんかキパーソルトいいですよ」とか売ってるんですよね <laughs> あれは異常だったと思いますけど <laughs> <ー>でもね結構いろんな方あの買ってくださって、うん、で本当主張にあまた自体も盛り上がりましたし、うん、あの時ってやっぱりその1000人って一気にこう規模が増えるっていうだけあって、うん、やっぱり前提知識がこう、うん、なかなかこう少ない。 あの状況の方も結構多くいて、うん、もっともっとその今までやってきたものを知っていただきたいなということで、うん、その伊勢の DVD だったりとかもこう販売させていただいてたっていうのがあったんですけどその文章をこうみんなで一生,一生懸命考えて書いたりとかもうなんならあの皆さんがセミナーやってる裏でなんかこういろいろ文章を考えたりとかしててし、ねうん、だから本当にこうずっと走り続けてた3日間だったなっていうのは。うんうん ああ感じますね。そうです。まだ19年のですよね。この願望上で本当に型が変わって世の中としてもですよね。もうん、その翌年からコロナが来てっていうことで、そうですね。そうだ。全体としてねその翌年から変わっていったということはやっぱりありましたね。たーうん、うんうん、なるほど。まあでもね本当にまあどんなそんななんでしょうね混迷の時代と言いましょうかね、うん、先が見えない時代でも現実を作っていく力としてのこの異星のイベントというところで、うん、自分たち自身もそうやって現実を作っていったというところで。はい。 本当にね、セミナーの内容であったりだとか、質を高めていくっていうところもさりながら、そういった、なんでしょうね、えー、現実的にですよ、ね、そうやってたくさんの人に集まりいただいて盛り上げていくっていうところもです、ね、これからもやっていくというところで。うん まますすすですよね盛り上げていけたらなというふうにして思いますね、うん、いや本当になんかこうユニバあのこう伊勢参拝セミナーって、まあ、例えば今回で一区切りで2022年が、まあ、ラストじゃないですか、うん、でも今までやってきたそのすべての記憶や蓄積エネルギーがもう詰まってるからぜひ、うんうんね、来て感じていただけたらいいなと思いますね、うんうん、そうですね。 うん、はい、ということで、はいえー、2019年の振り返りでありました。ということで、2022年ですよね、私たちも多分講師としてですよね、海野さん、西野さんも、まあ多分なんですけどもね、会場、はい、出てもらおうと思っておりますので、はい、ぜひ、お楽しみにとということですもともとあったものが目覚めるってことなんです、これがアマテラスの目覚めなんです。 そういった人類が持続可能な地球プラネットを作っていくかもしくはどんどん地球を汚していって滅びの方向にいくかっていう選択肢2つの道に分かれているさあどっちの道にいくのかってことを突きつけられている時代がこの令和だってことです。